第2部19章最後の決戦。帝国歴3年2の月、アカネイアの生徒パレスは不思議なほど静かな時間の中にあった。アカネイアは内乱によって聖騎士ミリアをはじめとする多くの有能な騎士が捕らえられた。だがそれでもアリティアに倍する戦力を持ってパレスの町を埋め尽くしていたのである。グルニアへの遠征からすでに1年近くの時が流れ、そしてついに両国の運命をかけた最後の戦いが始まろうとしていたのである。最後の決戦、最終話とは言っていないっていう感じだね。あ、懐かしいね、ここね。あ、チキの場所が悪い。さすがはアカネイア、なんという兵力だ。これでは迂闊に近づけない。ハーディはこの戦いに全てをかけたのでしょう。アカネイアの全軍を集結しているようです。ですが心ある騎士たちはクーデターに加わってほとんど処刑され、あとは金で集められた質の良くない兵士ばかり。それほど恐れることはありません。それに今や人々の心はハーディン皇帝を離れ、我らを解放軍として迎え入れています。それが何よりも心強いことでしょう。とにかく最後の戦いです。少し長引くかもしれませんが、慎重にお進めください。あれか、増援いっぱい出てくるタイプか、これ。わかっている。さあ行こう、ジェイガン。城内に捕らえられているミリアのことが気がかりだ。捕らわれている。とりあえず村に。お？ある掃除、オレルアン騎士団のロシェです。オレルアンの許しを得て王女をお待ちしていたのです。峠の戦いでは本当に申し訳ありませんでした。そのお詫びにと言っては失礼ですが、僕も同盟軍に加わって戦います。マルス様、どうかよろしく。お前は、お前だけは仲間に入るのが、あ、武器はいらないや。司祭に変えたけど。く、なんてことだ。我がアカネイアが破れるとは。だがこのわしがいる限り、城内には入れさせぬ。開けてもらいましょう。で、37だから倒せるな。マリクは優遇されてるからね。後の作品でも風の魔法使うやつは大体強い。あー、そうなんだ。そこまでか。お、HP か。そうか。皇帝万歳。おう、マルス殿、お待ちしておりました。ボアさんかな、確か。ボア司祭、ひどい怪我をされて一体どうしたのです？和骨です。お、ロシェは無事仲間にできましたか？はい、トークさんいらっしゃいませ。できましたね。うん、全く恐ろしいことだ。アカネイア王家は呪われておるのかもしれん。2年前、ハーディン公とニーナ様の婚礼が行われたことはご存知ですな。アカネイアは国を再建するために王を迎えねばならなかった。そしてそれにふさわしい相手はお二人しかいなかった。オレルアンの王帝ハーディン公とアリティアのマルス王子。そして我々はニーナ様に最後の選択を委ねた。王子はもう少し待ってほしいと言われたが、私がどうしてもとお願いすると。マルス王子はシーダ姫が悲しむからダメだと言われて、結局ハーディン公に決められたのだ。待ってください。それではあまりにニーナ様がおかわいそうではありませんか。
アカネイヤが王を必要としているのはわかります。しかしニーナ様は、ブルニアの騎士、神湯殿のことか。だがそれは言ってはならぬこと、許されぬことだ。ニーナ様は、アカネイヤ王家の血を受け継ぐただ一人の王女。和骨です。はい、オルウェンさんいらっしゃい。私とて辛かったが、国のためにはやむを得なかった。だがハーディン公は喜ばれた。アカネイヤの王位などよりニーナ様に選ばれたことはよほど嬉しかったようだ。3個目さんいらっしゃい。ゴミって言わないであげる。僕もハーディンの心は知っていました。彼はニーナ様のためなら命も惜しまない。だけど彼はカミューのことは知らなかったのでしょう。知っていれば絶対に承知しなかったと思う。うん、確かにそのことは秘密にしておいた。ニーナ様にも強く口止めした。だがハーディン公は鋭い方だ。すぐにニーナ様の心が自分にないと気づいた。そして苦しまれた。部屋に閉じこもって酒を煽り、誰とも会わなくなった。このジジイが無理やり結婚させたのが全部悪よ。その心の隙をついてガーディフが現れたのだ。奴は商人に化けて甲に近づき、闇のオーブを見せた。失意の中にあった甲はたちまちオーブに心を支配され、その日以来人が変わってしまわれたのだ。ネタバレになりますが、5つ前の山間部のマップで秘密の店がありましたよ。マジか。山間部にか、それはちょっと難しいね。わしは国を思うあまりとんでもない過ちを犯した。許してくれ、マルス殿。まあ、国を立て直すのを最優先したかった気持ちもわかるけどね。国民のためだろうからね、もともとはね。許されないから死ぬんやで、にっこり。まあ、切ないな。そんなことがあったのですか。それでニーナ様は一体どうされたのでしょう。紋章の盾を持ち出したことをハーディン公に咎められ、ずっと部屋に閉じ込められていた。それでも時折私が密かにお会いして連絡を取っていた。だがそれに気づいたハーディン公は逆上のあまり私を傷つけ、ニーナ様をガーネフに渡してしまったのだ。ガーネフに？うん。以前からガーネフはニーナ様を欲しがっていた。暗黒竜の復活に高貴なシスターの血が必要なのだと言っていた。ニーナは悪くないと思うんだけどね。使用はしないでおこう。七個目さんいらっしゃい。シスターの血、生贄か。そしてついに、ニーナ様を、生贄として。ニーナも悪いよ。マルス殿、私はもう長くは持たぬ。私のトロンとリブローは、そのたたちに託そう。頼む、ニーナ様をお救いしてくれ。アカネイヤなど、もう滅びても構わぬ。だがニーナ様には、ご無事であってほしいのだ。やっぱりこいつはトロンか。そこは最後までアカネイヤを頼むっていう風にしてほしかったなーって思うんだけどね。ニーナも悪いかな。マルス、しょぼいもん渡すんじゃねえよ。まあニーナもボアも国を思えばこそだと思うんだけどね。まあ戦乱の世の悲しい運命ですね。